神奈川県の北山です。ジャンドデッキを使って、最初の5回戦を 5-0 しました。そうですね、とりあえず新しく入ったのはこのカードだけなんですけど、あとはそうですね、普通のジャンド、まあちょっとあんまり日本では見かけないヒルが入ってるかなぐらいですかね、変わってるところは。あとはまあ普通のジャンドだと思います。そうですね、ワールドウェイクが入って多分白ミドとかコントロール系のデッキが増えると思ったので、はい、ジェイスですね、ジェイスとかもまああって、はい、でヒルを入れました。知ってます？僕このリリアナベース。リリアナですか？これ俗称デッキ入っちゃうとかっこいいですよ。お、そのかっこいい秘訣とは？かっこいい。積んで手札に俗称カードがあれば。おお、コンボ。わお、コンボ。コンボ。かっこいい。かっこいい。使いましょう。使いましょう。使いましょう。うん、またこれが入ってくるのがスタンダードな構成になると思うよ。うん。やっぱりそれは白緑がやっぱり増えるから、うん、あとね、やっぱりチェイスが強いからやっぱり殴れるカードが欲しいね。あと、あれですね、同系で歴戦波が強くて、歴戦波でそのランパがめくれないようにちょっと構成すると今ない気が必然的にヒルになるっていう。あ、ランパントグロースと比較してやっぱり、まあ、このランパントグロースとヒルどっちがいいかなんて議論はもうみんなしてると思うんですけど、ね、それで、まあ、今回はこっちの方が良かったと。それは新しいジェイスとか、そもそもはプロテクション赤とかプロテクション黒とかを使われることが多いだろうっていうメタゲームだったんですね。そうすると色を散らした方が攻守に活躍できるんですよ。プロテクション赤に対してこれは攻めも守りもできるし、こっちはプロテクション黒に対しても攻めもできる。色を散らすって意味もありますね。なるほど、はい、5回戦やって5戦全勝なんですけども、当たったデッキとか教えていただいてもいいですか？そうですね、赤バーン2回とジャンド同型が1回とエスパーが1回とクローシスが1回だったんで、結構当たり的には、はい、きつかったかなと思うんですけど、まあそうですね、まあ、運が良かったのかもしれないですし、デッキが良かったのかもしれないですね、はい。じゃあこのきつかったマッチアップ5回戦の中で強かったカード、まあ、成功したアイデアみたいなのがあれば教えてください。そうですね、先ほど三田村さんも言ったんですけど、まあ、結構な数積んでから俗称っていうのはやりましたね。リリアナベスで積んでから続勝。そうです。あとやっぱランド多めにしてたんで、まあ、ランドは何枚でしょうか？ランドは27枚入れてるんですけど、まあ全然、まあ、あんまり多い、まあ、もともとランパントグロース入ってて28枚とか29枚でしたからね。なるほど、ランパントグロース含めて27、28、29ぐらいだったんで、別に増えてるってあれではないですよね。27。それはやっぱりこのワールドウェイクの新しい赤緑のクリーチャーランド、怒り狂う山頂、これがやっぱり大きいんでしょうか？そうですね、結構半端ない強さですね、このカードは。なるほど。そうですね、やっぱりジャンドが環境で一番強いと思うので、まあブライトニングをもし相手に打たれたらとか、そういうことを常に考えながらプレイした方がいいと思います。なるほど。そうですね、アピールしたいことですか、とりあえず荷物が届かないと荷物をはい、乗り換えの時にキャリーバッグを自分だけ届かなくて、ちょっと着替えとか食べ物とかそういろいろないんでちょっと困ってるんですけど、ちょっと、はい、その分スタンダードですね、はい、前回も朝原さんがプロツアーに行って朝原さんだけ荷物届かなかった時も 5-0 してるんで、荷物なくすとちょっといいことがあるかもしれないですね、はい、なるほど、届くことをお祈りします、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。